カードルパリーグ公式戦オリックスパワーズ対東北楽天ゴールデンリーグ4回戦、両チームの予定スターティングラインナップ並びに審判コース記録員を発表します。まずはイーグル1番レアスフィルダー島内博明、背番号35。2番セントラフィルダー辰巳亮介、背番号8。3番セカンドベースマン浅村秀人、背番号3。4番 DH マイケル・フランコ、背番号23。5番ライトフィルダー岡島武郎、背番号27。6番キャッチャー住谷銀次郎、背番号26。7番サードベースマン小深田博人、背番号0。8番ファーストベースマン伊藤幸也、背番号39。9番ショートストップ山崎剛、背番号34。イーグルピッチャー早川隆さん、背番号21。
背番号6、ブーネ・ユー
ダー、背番号67、中川圭太。
Warning! The lightning fastball will strike you out, and the wicked splitter will make your head spin. Hirano is coming. それではヒーローインタビューです。お待たせしました。京セラドーム大阪のバファローズファンの皆さん、今日のヒーローは8回1失点で今シーズン2勝目、田島大輝投手。そしてこれがバファローズファンの大阪ハンダ、初出場で3安打、そして決勝打、ブラックシュミッテル選手です。まずは担当から見て左側、田島投手からお話を伺います。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。8回1失点と見事な投球でしたが、今日の投球を振り返っていかがですか？そうですね、我慢強く、チーム信じて、投げ抜いてたことが、とても良かったなって思います。ボールの力であったりコントロールなど、あの投球の出来自体は今日はどうでした？すいません、もう一度お願いします。ボールの力であったりコントロールであったり、そういった投球全体の出来としては今日はどうでした？すいません、球数少なく受けたので、それがしっかり、勝ちにつながってくれたので、本当に、要所要所で太田さんだったり、シュンディだったり、しっかり、やってもらったので、とてもありがたいなと思います。我慢強く投げる展開の中でシュインデル選手が決勝打を放ってくれましたが、あの一本というのはどんな気持ちで見ていました？もう本当にめちゃくちゃありがたいですし、その前にチョンプーが、同点だから、しっかり打ってくれて、本当に、野手の方には感謝しかないです。前も挙げていただきましたが、忘れてはいけないのが最後の小田選手のバックホーム、あれ田島投手見て感想いかがですか？そうですね、いやもうなんか言葉が出ないというか、ただただ嬉しくて、小田さん本当ありがとうございます。
先ほど田島投手に触れていただきましたが、少ない球数でかつ長いイニングを今日投げることができた、これ次回以降につながると思うんですが、その点で田島さんどうですか？そうですね、次回以降もですね、今日のピッチングというのは参考になるので、これからまだまだ成長していく上で、こういったピッチングを多く投げれるように頑張ります。それでは最後にバファローズファンの方に田島投手から、一言お願いします。はい、今日もたくさんの、僕のタオルを持っていただいてますし、オリックスファンの方々、来ていただいてありがとうございます。今年も、いい1年になるように、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。田島投手でした。それでは続きまして清水選手、これメジャーリーグにはない日本のプロ野球独特なお立ち台という文化なんですが、今そこからの風景はいかがですか？This is a great feeling. Just an amazing team win all around. Pitching great game. Great play at home. And a couple rallies to get a couple runs there. This is a lot of fun and amazing first day.とても嬉しい気持ちですし、今日試合自体がすごくいいゲームとなりましたし、こういうたくさんのお客さんの前でこういうプレーができることも嬉しく思っています。今日が入団して初出場となりましたが、試合前はどんな気持ちで準備されてましたか？ I didn't even know I was playing today, so I drove to the field and the manager told me I was in there, so it was a good decision by him.本当は今日ゲーム数時間前まで試合に出ることすらちょっと知らなかったんですけども監督が今日行くぞという声をかけていただいて、監督の決断が OK だと思います。8回の決勝タイミングですが、フォークを片手一本でうまく持っていきましたが、あのバッティングについて振り返ってください。Situation where two strikes, just trying to throw some bat at it, and it worked out today. So it was a good battle. 今日ちょっともう前でボールを捉えようと思ってたんですけども、そこのところにしっかりとボールが来てくれて、いいところに落ちました。初出場で3安打と、とてもいいデビューになったと思うんですが、今日1日はどんな1日でした？もうこれ以上ない一日となりました。で、今日の一勝がチームにとって大きな一勝になったと思いますので、とても嬉しいです。皆さん準備はできましたか？それでは行きましょう。明日の勝利へ、We can do it!今日のヒーローはフランク・シュウィンドル選手、そして田島大輝投手でした。ナイスゲーム。